はい、そんなわけでね、無事にアウトカメラに切り替えることができました。手持ちですね。まだまだジンバルデビューはしておりませんね。ちょっとカクカクしてるかな、どうなんだろうね。うわー、綺麗な空。よいしょっと、じゃあちょっとね、はい、風景どうぞ。わあ、こうやって雲眺めてるっていいね、早く夏来ないかな。まあやっぱ風強いな、風が強い。よいしょ、中逃げよう。よいしょ、ぐーよいしょ風強い。はい、おじいだよ、ね、今日はね、これこの超小型ね、スパイカメラ、これをこうしておいてね、で、まあ、車載カメラ、これね、なと思って。で、これね、両面テープくっついてるから、これ、ここマグネットでしょ、これ。よいしょと。ほら。で、これね、磁石なんだけど、反対か？こうか。よいしょ。こうか。ね。で、後ろにこうやって両面でね、ミラーの後ろにペタッとくっつければ、ワンタッチでね、ここにこう取り付けできるんだよね。高い位置にね。今日はここにちょっと試しで置いて撮影したから、まあどう撮れてるか楽しみなんだけど、ここのところにこうしておけば、まあ175度ぐらいだから、違うか、185度か。違ったか、違うね。何度だかな、ちょっと忘れちゃったけど、まあそれで撮影することができるんだよね。うん。ここ、まあ、ここら辺にこうして置いておくのが、まあ、無難っちゅう無難かな。ね、他には、まあ、マグネットだからね。上からこうして、つけてもしょうがないしね。さあ、うまく取れてるかな。さあ、お腹いっぱい。いっぱい、胸いっぱい。ね。さあ、今日もいっぱい頑張って動画撮るぞ。ね、夢の千春さんがね、A3 プロ到着してね、いろいろカメラで遊んでるから、おじいもね、ちょっとこうして、撮影してみる。ね、明るいなぁ。よいしょ。これ、ちょっとピント合わせ、写真を撮るときは、ピント来た、ピント来た。あ、こっちでピント合わせられるんだ、これ。へぇー。まあ、そうだよね。ピント合わせできないと。ただね、透け方あるいはね、ちょっと船にピント合わせて、インカメラのほうができなかったような感じだと思ったけどな。いいじゃん。ちょっと外出て、近手目もう一回。